ハクジラアモク、ハクジラアモク、ハクジラアモク、アドントシーティはクジラマ、ヒズメメに属する分類群で、原生のクジラ類を二分する大グループの一つ。輪廻式の分類では、アモクの階級が与えられているが、クジラ類がマ、ヒズメメから分岐した系統であるため、ハクジラ類、ヒゲクジラ類の位置づけは変動する、可能性が高い。原のクジラ類は、クジラと、 ヒゲクジラアモクに大きく分けられる。原生のハクジラ類はその名の通り、顎に葉を持つクジラである。しかし、最初期のヒゲクジラは葉を持っており、葉の存在によって、この分類群が定義されているわけではない。通常の哺乳類の葉は異姿勢を示すが、ハクジラ類の葉は、化石種を含めて大半が二次的に形葉となっている。また葉の本数が、 魔獣類の基本数である44本より多いものや、大半が失われているものなど変異が多い。また赤棒クジラ科の一部のようにオスのみした顎に一、置、タイの葉を持つものや、角のように伸びた葉を持つ一角など得意な形態を示すものも少なくない。陸生の捕食者たちの歯は捕殺の道具として使用されるが、白ジラ類の大半は魚体を捕捉するための罠として機能する。 しかし、シャチなど、丸飲みができない大型のクジラやサメを狙う者は、捕らえた獲物を引き裂き、飲み込みやすい大きさにまで切り刻むために歯を使う。また、赤ウクジラ科の一部の種のオスは、得意な歯をディスプレイとして使用していると推定される。歯以外のヒゲクジラ類との差異としては、比較的頭部の比率が小さいこと、ラクジラ類よりは、大型化している。 噴気口は一つであること、またマッコウクジラやアカボウクジラかの一部、シャチなどを除き、ヒゲクジラよりも小型であることなどである。ヒカの形態では、鼻腔内に発生唇と呼ばれる音を発するための器官と音を収束するメロンがあり、これらを使用した高周波エコロケーション能力を持つ。上学骨は、鼻光が頭頂部へ移動したことに、 トモナイテレスコーピングと呼ばれる形態を示すが、伸長した上蛾骨は眼下の上を通って、ヒゲクジラ類は下眼下後方に達し、上眼下突起と呼ばれる筋肉の付着部を形成する。ここに付着する顔の筋肉及び発生唇を使用しだが周波音が発せられると推定されている。なお、尾光はヒゲクジラ類が2つ有するのに対して、白ジラ類は1つである。また、 原生群では、頭骨の骨要素及び軟組織が左右非対称となっているが、これは高周波エコロケーションに特化した機能を持つためとされる。初期の化石種では、頭骨が左右対称のものも存在するが、軟組織がいかなる状態であったかは不明である。原生のクジラ類では、耳骨が頭骨から有利しているが、ハクジラの耳骨は一部の種を除いて、 軟組織のみで頭骨に接しており、完全に骨による接続は立たれている。また、耳骨の構成要素、自周骨、下牛などを収めた骨と個室法、自小骨を収めた骨も分離した状態にあるのも特徴的である。ヒゲクジラでは融合。これと関連して、ハクジラの下学骨は縦方向に幅があり、後部に大きな開口部を持つ。この部分には、 死亡組織が収まっており、化学骨で受けたエコロケーションの反響などの音波を内耳に伝導す役割を果たしているとされる。こうした形態は高周波エコロケーションこそ行っていないものの昔、クジラ類にも存在しており、祖先から受け継いだものであると推定される。一方ヒゲクジラはこうした特徴は失っている。嗅覚に関しては一部の種の発生段階を除いて、 救急、救う神経も消失しており、嗅覚は完全に退化している。対して、ヒゲクジラはわずかながら、嗅覚を残している。食生は主に魚類を捕食するが、赤帽クジラ科や、マイルカ科のクジラやイルカのように、深海スゴのイカ類に依存するものも多く、トックリクジラや、マッコウクジラ、ハナゴンドウのようにほぼイカ類を捕食する種類もいる。また、シャチは、 イルカや自分より大型のクジラ、アザラシ、ペンギン、サメなどを襲うこともある。ハクジラ類はヒゲクジラ類と共に、幻芸類を構成するが、その起源は全身予行期に求められる。その祖先は、初期、昔クジラ類のドルドンなどに禁煙なグループであった。原生群こそ、ハクジラと呼ばれているが、戦術のように最初期のヒゲクジラも葉を持っており、 歯があるからといって、ハクジラと同定されるわけではない。このグループを特徴づけるのは高周波エコロケーション、能力であり、これを行うことのできる、上顎骨の身長、テレスコーピングやメロンを収めるくぼみなどの頭骨の形態が分類の決め手である。最初期のハクジラとしては、アゴロフィウス上下及びか分類なしで、ハクジラ類直下に置かれるいくつかの属が知られる。 ついで分岐したのが、原生種マッコウクジラなどを含むマッコウクジラ上カある。この群には、マッコウクジラ化及びコマッコウ化が含まれる。研究者によっては、赤ウクジラ化を含める場合があるが、最近の遺伝子研究によるデータでは、赤ウクジラ化は含まれないとする結果が出ている。また、他のハクジラよりもヒゲクジラに近煙とする説も存在したが、これも否定的な結果となった。 マッコウクジラカサイコの化石は、全身予行期から出土しており、極めて古い系統であることが裏付けられている。一方のコマッコウカは化石記録が乏しく、いつごろ出現したかは定かではない。ついで分岐したのは、赤帽クジラカであるが、中心予中期以降多数の化石が発見されている。これ以降カワイルカなどいくつかのグループが現れているが、これらの分類は未だ流動的である。 原生産化、絶滅産化を含む最大のグループである、マイルカ上化は、全身余末期に現れたとされる。初期に栄えた、ケンドリオン化は、原生マイルカ化の祖先を含むとされる。また、アルビデオ化は独特の形態を備えた、絶滅群である。最大のグループである、マイルカ化は、中心余に現れている。また、ネズミイルカ化は、分子研究によれば約1、600万から1。 300万年前にマイルカカから分岐したとされるが、この時期は化石記録とも一致している。原生群の丸みを帯、び、相対的に分が短く脳箱が大きい、また小柄であるなどの特徴は、養鶏成熟によるものとの説もある。一角化は、中心予行期に現れたグループで、一角は、オスが長い角、伸びた左上角摂氏を持つことで知られている。これと、禁煙な、 一角化に含められることもある。絶滅群にオドベノケトプス化が存在するが、オスの右上顎ゴ接種が著しく、下方へ伸長することが知られている。ヒゲクジラ類の14種に対し、60種以上とハクジラ類は種類が多い。マッコウクジラなどを除けば、イルカなど小型種が大半を占める。かつては、カワイルカを総括する。 川いるか上かフィジーターデイを置くことがあったが、側系統であることが分かり分割された。は絶滅。絶滅群は主要な都が、浄化及び主要な属のみ掲載。参照、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。